はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の中田です。今回はですね、少年野球審判講座ということで、元 NPB の審判の山崎夏夫さんにオンラインでつないでいただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回もですね、ご質問がありまして、これ誤審についてなんですけど、高校3年生の方からご質問で、練習試合で明らかな誤審をしたときですね、もう自分でも分かるぐらいの誤審をしてしまったとき、どうすればよいでしょうかという質問なんですけど。はい。辛いですね。ですね。身につまされます。はい、もう僕がね、現役でやってた1980年、90年、そんで2000年前半、これぐらいまではね、判定は絶対変えちゃいけないっていう時代だったんですよ。はい。とにかく自分でもしまった、と思ってもね、それを通さなきゃいけない。これがやっぱり審判の一番辛いところだったですね。だけど今はですね、もう明らかに流れが変わってきました。Right is might っていう言葉なんですね。正しいものは強いんだ、という言葉ですね。やはり判定がね、正しさ求められているんです。そして今いろんな映像技術も発達してますから、それこそアウトセーフのこんなところまでね、スーパー再生で見られるんですよ。そうするとやっぱりこんな肉眼で見ればね、ファーストのこれもこれもこれも全部一緒に見えるはずなんですけども、ここまで機械の目は見極めてしまうんです、ね。ですから明らかにもう審判の誤審というのはね、浮き彫りにされてしまう。それだけに明らかな誤審の場合、まだ残念ながらね、アマチュア野球の世界ではね、リプレイ検証ありませんから、ビデオ判定もありません。ですから明らかな誤審の場合にはね、今ね、高校野球でも大学野球でもほとんどのケースで審判団に協議して変えています、ね。そのために責任審判っていうのがいて、その責任審判のもとにね、パッと集まって、どうだった、あれはいかんな、明らかにやっちゃってるな、変えよう。ね、プロ野球でもそうなんですよ。今はね、例えばリプレイ検証対象外のものだったらね、変えることもあります。結局ね、ジャッジっていうの責任っていうのは個人なんですよ。だけどゲームの責任っていうのは審判団全員が負うものなんです。で、4人の力を合わせて最善のジャッジを出そう。これが今の流れですからね。もし自分でしまったと思ったんだったらね、集まって判定変更して構いません。それは今もう完全に認められています。ただし、変えてはね、いけないケースもあるんですよ。はい。どういうことかというと、自分がはっきり見たケースです。無意識になったりしてね、見ているケース。ですから普通に例えばね、一塁でのフォースプレーのアウトセーフとか、これ二塁や三塁も同じですね。フォースプレーというのは、大体目つぶってる人はいませんよね。そうですね。目開けてね、はい、見てますよね。それはもう周りにも分かってますよ。だから単純なそういったアウトセーフはね、変えてはいけません。もう腹くくってください。しまったと思っても、アウトと見たらアウト。これしかないんです。変えていいケースはね、三つあるんですよ。一つ、落球したのをね、確認できなかった。だから例えば慌ててね、アウトー言ったけど、その後でポロッと落としちゃったと。ね、これはもう誰が見てもわかるんですよ。あ、なんで落としてんのにアウトなの、ね。もちろんね、いや、確保後の落球だと言い張ることもできますけども、明らかに落球してんだったら、これは変えなきゃいけません。ね。あともう一つは、タッグプレーなんかで、野手とのグローブと走者が重なってしまった。あるいは死角に入ってしまった。それで見えなかった。で、例えば、本塁の方からだったらね、明らかにこれぐらい隙間があるのが見えていたけども、一塁にいる自分だけが見えなかった。こういうケースはね、アシストを求めてください。どうだったって。僕の場合、実はすごい四角になってて見えなかったんだと。そしたら、いやいや、あれはね、こんなに空いてたんだよ。だから、ノータグもセーフだよ。ね。だから自分で最初アウトを言ってしまっても、いや、明らかにノータグでした。セーフに変更します。これも構いません。その逆もしっかりです。あとね、外野の打球なんかで見失ってしまったケースですね。はい、うわぁ、だから今でもたまにね、ドーム球場なんか、あるいはね、白母のゲームなんかであるんですよね。外野手がこう見失うことがありますよ。同じように審判も見失ってしまうことあるんですね。あたふた、ああ、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。ね。それはふっと気づいたら、ポールの向こう側で打球が弾んでた。こういう時にはやっぱりね、自分ははっきり言って見えてないんですから、見失っているんですから、慌ててしないでください。とはいえ一旦ね、ジャッジだけはしてください。そうしないとプレーが流れませんから、試合が流れませんから、一旦腹をくくって、ホームランなりファールなりのジャッジは必要です。
フェンス際の打球にしてもそうです。入って入んないとかって分かんなくても、ノーキャッチとかね、ホームランとかやらなきゃいけないんですけども、一旦プレーが収まったところで、自分の判定に確信を持てなければ、集まってください。で、協議してください。そして誰が見ても明らかなっていうケースだったら、他の3人はそう思ってるはずです。そうね。うん。ですからそこで勇気を持って変えましょう。で、その責任を、まあ、リーダーシップを取るのが、いわゆる責任審判。これはアマチュアの野球でもみんないると思いますね。まあ、もちろんプロ野球もいるんですけどもね。必ず責任審判が。その人がリーダーシップを取ってね、協議して、よし、腹をくって、じゃあこれで行こう。ね、そして必要でしたら、場内放送して、ただいまの判定についてご説明申し上げます。そうするとね、両チームともお客さんも皆さんが納得してもらえる審判団だと、こうやって拍手を送ってもらえるんじゃないかと思います。なるほど。まあそうですね、こう、誤審を見と、まあ、変えていいときと、まあ、変えない方がいいときとっていうところはあるっていうところですね。はい、そうですね。そしてチームにお願いしたいのは、そういった最終判定が出たら、もう何も言わないでください。うん、そうですね。もうそこで我々はね、ベストの判断を下したんですから、もう最終判定は変えることはありません。はい。はい。だからもうそちらを今度は腹をくくってもらいたいですね、チームの方ね。よし、わかったと。ね。もうこれはお互い様。長い目で見ればね、有利不利なんてのないんですよ。そうですね。プロ野球でも同じなんです。143試合戦えばね、有利不利なんてないんです。ただどうしても人間悲しいかな。不利なことばっかり覚えてるんですけどね。そういうことですよね。はい。まあ最終の判断はもう審判に任せるというところで、はい、はい。そういうゲームの流れを作るっていうところでも、腰に気づいた時にはちゃんと協議をして決めるというのもありですっていうことですね。はい、そうです。はい。まあ高校3年生というところで、まだまだ頑張っていろんなこうケースで体験されると思うんですけど、ぜひね、いい審判になっていただきたいなと。はい、応援してます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。では本日はこれにて、ゲームセット。